じゃあ、こんにちは。祭りからだいぶ日が経ったかな。経ったと思います。はい、今回、祭りで売ってた神白たちの中で、ちょっとひょろひょろっとして面白いのがあったので、はい、祭り前に僕がちょっと使っちゃおうかなと思って。なるほど。はい、で、このまず経緯なんですけど、この木、覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。はい、今年の、お正月に撮った新築梅。新築梅。小竹梅だったを作ろうと思って小がつかなかったっ、でこの芯をつけてしまった木ですね、はい、それからだいたい5ヶ月か5ヶ月経ちまして、小竹梅が海藻に枯れてしまった、はい、ごめんねっていう感じなんですけど、水が足んなかったのかなかなって思いますね。今回はですね、この新築梅を解体して、はい、新たな第二の人生を作ってあげようんじゃないかと思います。まずはこの心拍を取っちゃいます。でその後にこの石の施工をして、今度はこう立った石にして読みようかなと、なるほど。ちょっと今座りが悪いんですけど、心拍を本当の圏外仕立てにしてつけてみようじゃないかなと。石を立てた状態でつけると。はい、なのでまずはちょっとこれは後日やると思います。石の施工をしないといけないので、なのでまず最初にこの心拍たちを取ってあげます、うん、その下準備をねしてあげる日です、今日は。はい、はい、外していきます。この心拍に関しては非常に今元気な状態ですね。だ石付きの解体っていうなんか一個のいい例になるかもしれない。結構ね根っこも出てるんですよ。あ、これ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 新しいこれほらすごい元気。確かに僕も元気な石付きの解体ってあんまやったことないから、うん、あーでもちゃんとこの辺まで行きますね、伸びて根っこが。ほらほら、あ、ほんとだ。やっぱりつなげるって重要なんですね、こうやってね。ほらすごいすごい、だって穴ちっちゃかったんだからね、こう。そっか、あ、切れた、あ、切れた、あ、切れた。ここまで来てますからね、下までね。ちゃんと石にへばついてんだ、根が。あ、取れた。あ、ほら見て根っこの跡、ほらだからしっかりエポキシにへばついてるんだ、その後。受信拍取れたので、これケトチが中にしっかり詰め込んだので、これちょっとこのまま赤玉に入れるとあんまりよろしくないので洗っちゃいます。はい、はい、根をあんまり取らないように。そうですね、せっかく生えたやつだから。竹の模様が入ってました、ね、竹の模様入ってた、はい、面白いですね。面白い、言いました、植え替えたと、はい、またこれはこれで第二の人生ですね、はい、第二の人生、はい、はい、こういう感じでした。でした。この人この木の役目終わったんだ。役目が終わりました。そうです。じゃあ、ささささ、もう救出。ささすごいね、伸びてるぞ意外と。あ、でもどっちも伸びてるか。あ、岩の間に入ってる。おお、石章、石章、これはまた使うんじゃない。そうですね。伸びてはないのかな。取れました、はい、でこの後ちょっとスプレーガンでしっかりきれいにしていこうかなと思います。はい、はい、秘書はねすごいですよ、ほら。うん、元気、うん、OK、救出。じゃあ洗います。はい、
プレーを使って細かいところまで綺麗にしました、はい、そこからだいたい半日ぐらいかかって乾いてます、うん、なので、まずはこの石ですね、ちょっと後ろに倒れそうなんですよ、うんうん、まあ安定してはいるんですけど、はい、ちょっと補強のためにこの石をここにつけてこう動かないようにするっていうのと、はい、若干足りないところに針金をつけてあげようかなと。ここにつけるんですか。こうやろうかと思って。でそっちに流す。そうですね。つけ方は普通は立ち上がり見せたいんですけど、こう来ても面白いんかなとか思って。じゃあどうって言われそうだけど、まあでもその方が面白いかな。こういう感じで想定してます、うん、こっちに返すの。こっちで。こっちに一応。なのでまずはちょっと補強のために、はい、ここに石をつけたいので、モルタルですね。モルタル。はい。セメント。エポキシ系の。エポキシ系。モルタルですね。土木建設用エポキシって書いてある。臭い。これやばいですよマジで。人死ぬぐらい。結構やばい。マスクした方がいいやったもん。マスクしてください。体に入ったらいけない匂いがする。で、この硬化剤は大体2対1で作ればいいよって言われてるわけなんで、はい、そっちが 2? こっちが2 でこっちを早く固まらせたいのはこっちを多く入れるなって言われました。はい、誰に言われました。言われました。この粉同士で混ぜてつくんだ。そう、この間の石つくのそうですかね。今のうちのあ、これすごい。こんな感じなんだ。鉢も作れそうだね。確かに。あ、こんな感じなんだ。ここに入れるか。はい、これでくっつくの。これはどのぐらいかかるんですか、固まるまで。結構な半日ぐらいかかっちゃうかな。半日。じゃあ今日完成はできないと。できないということで、また来るんですね。針金、ね、つけるだけ。そう、元についてたやつは全部切っちゃうんですか。前の使ってもいいと思うんだけど、うん、変に取れても嫌だなと思って、うん、なるほど。まあここら辺だな、もうつけるなら、うん、なんでここら辺につけておこうかな。2つ3つ、うん、こう針金をつけておこう、はい、ここにもつけておこうかな一応、はい、それ以外に木はつけない。はい、はい、あ、ちょっと考えてます。ここら辺が寂しかったら何かつけるけど、うん、まあでも一応つけとくか。ここつけるのはここだと思うんで、はい、こちらボンドクイックメンターよく使うやつ。そう、お、二液性のものを混ぜたものがこちらです。で、針金を取り付けていくと。はい、取り付けていくと流してね。気まぐれクック最近見たんで、これ今動かないようにここ巻いたんですね。そう、もうこの状態でつけられるから。はい。二箇所目。上で3つにしよう。上で3つ、下で1つ。全部つけ終わったと。はい。いうことです。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。失礼しますから。じゃあ今からこれに取り付けていくと。じゃあ後日と。それは後日ということで、はい、さよなら。場所はここと、ここ、ここ、ここっていう感じです。という感じで。はい。まあちょっと何日空いちゃうかわかんない。あ、3日ぐらいか。4日、うん、3日後ぐらいに時間の都合上なってしまいますけど、この先に心拍をつけて、景色を作っていくっていうような感じで考えております。はい。じゃあ3日後まで。よいしょ。
大丈夫、ハサミ持ってたけど日が変わりました。はい、髪切った。髪切りました、はい、石付きの盆栽を作るということで、しっかり針金が固定できたので、いよいよつけていく行こうかなというふうに思います。はい、こっちの付け足した石もガチガチになってますね。安定感バッチリです。あ、すごいね。はい、はい、じゃあまずですね、構想なんですけど、前回言ったようにですね、この辺から行ってみようかなと思いまして、ちょうど立ち上がりがここがくぼんでるんですよ。うんうん、これうまく利用してなんかこういう感じで行きたいかな。で、こういう感じ、長寿梅つけます。はい、でこっちはただ針金かけるだけなんで、かけておきました。はい、でこういう感じかな。うん、でおそらくここの辺が寂しくなると思うんですよ。はい、なので若干上に行く枝と下にこう這わせる枝みたいな感じに作ろうかなと思います。なのでまずはこれをイメージしながら針金をかけていこうかなというふうに思います。はい、でポイントとしてはここの長さがちょっと長いんですよ。うん、そのまま下に行くと結構下に垂れ下がっちゃうんで、短縮したいのでちょっと太めの針金使って畳むような感じでやっていこうかなっていうふうに思うんで、もう根元に針金は入れます。はい、はい、そこから長く先までやっていく感じです。右流れかな。うん、分かりました。はい、じゃあやっていきますね。10番です。で角度はこうなんですよ、立ち上がりの。はいはい、だからもっと寝せないといけないので、うん、ここをグッと潰して、ここもグッと潰して、そういうから怖いね、シャリも入ってるよね、それね。うん、まあ、あとは石につけた時にまたね、はい、調整はできるんですけど、一回形を決めるというかは先に針金かけちゃって、はい、で石につけでまた調整でもいいのかなと、ざっと決めて、ただこの凹凸もあるからそれを加味して、ね、ちょっと先にかけちゃうだけかけちゃいます。はい、あれがね、終わったと。はい、とりあえず一回終わりました。まあこの辺がどうかというところで、うん、つけとくべきなのかいらないのかあるんですけども、ちょっと石付きなので若干棚はちっちゃめに作りました。はい、その方が木が大きく見えるんで、なのでこれで一回、まあ、つけてみて、つけた具合で変えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、なので、毛糸を作ります。あ、毛糸を作る準備が何割だっけ。毛糸が準備できたんで、ちょっとまず引っこ抜きたいと思います。はい、どうですか状態は。あ、いいんじゃないですかね。元気そう。元気そう。去年ぐらいの植え替えでしょうね、多分ね。なるべく根っこを残して下に這わせたいかな。はい、こういう角度かな。こういう角度を想定してますね。はい、こうか。うん、うん、裏に這わせたいなとは思ってるんですけど、正面から見えないように。いや、見えるようになんだけど、うん、正面には来すぎない方がいいかな。うん、なるほど。こうか、こうだ、こうっと、こう、こう、ここで行きます。ここで止めます。うん、はい、
け。これがいいんだ。で、これはここの前に置いとくか。はい。で、こういくか。なんかね、うまく、まあ、ちょうどな感じがしますね、うん、ここに溜まるようにしちゃうか。せっかくならここ見せたいですよね、ここね、ここね、うん、こことここら辺まで、ここまで毛糸にしようかな。じゃ上は見せたいな。そうそうそう、ここら辺見せて。なんとなく、できました。ただもうちょっとこっちにも振っていきたいなとか思ったりするんですけど、とりあえず苔だけやってここに長寿梅一回つけていこうと思います。うんうん、それはつながってんのかな。あ、一本一本か。いや、そのぐらいだといいかもしれない。うん、あ、いいじゃん。適当にみたいにやったけど、うん、最初はね、ちょっと大きいなと思ってたけど、ああ、いいや、あ、いいや、これにしよう。はい、かわいい。スラッと決まった。じゃあこれは裏にしとく、うん、裏につけとく。これあったら、あ、ここからこう見えるやつ、あ、あった方がいいかもね。うん、ここ雪が雪かな。石付きなんかこういうのを考えてるのが楽しいですよね。そうですね、うん、構図出しですよね、うん、かな。うん、とりあえず第1弾 OK、はい、これで微調整しようかなと思って、うん、心拍を、はい、一回ちょっとこっちにやっておこうかな、うん、もう少しこれを上げたいな。今日かまとまり、うん、まとまりはついた。まあでもちょっと長寿梅は大きいような気もするけどな、ね、うん、こう、ちょっと振るか。 OK、 こんな感じかな。はい、苔を、苔ありますか。苔ない。ない、大変じゃないですか、この量の苔。これ広がるやつですね。完成しました、はい、石付きの新泊ということで、最初構想の時は、新築梅から解体して石を建ててというような、構想を喋ったと思うんですけども、想像通りの形にはできたのかなっていうところで、ポイントとしましては、ここのくぼみを利用して、まあ、こちら側にね、波しぶきがあるような、その立ち石の落ちた崖からせり出す新泊みたいな雰囲気を意識しました。ただこの辺が若干寂しくなるかなと思ったので、ちょっと長寿梅を植えて、まあ伸び感を防いだっていうような感じですかね。この石のくぼみの間から心拍をぐるぐるっと、下に落としてきて、長さに関してはちょっと縮め込んだって感じですかね。ただこれが下すぎても上すぎてもこの石の魅力が出ないと思ったので、まあこのぐらいの位置が一番いいんじゃないかなというふうに思います。はい、
だいぶ最初と同じ石とは思えないような感じにはなったんじゃないかなと思います。これが石付きの面白さですよね。いろんな形で起こしてもいいし横でも楽しめるしって、そういうような石に巡り合えるとこういう創作意欲が出てくるんじゃないかなと思います。そういう石を見つけた際はぜひいろんなことを考えてやってみてはいかがかなっていう感じですかね。やっぱり不安定な形の方がなんかいい、厳しさは出ますよね、はい、立てた方がね、うん、あとはちょっと奥行き感を出すためにここにクラッカーですね、長寿梅をつけたような感じです。なるほど。まあ若干言うとここにね波しぶきが来てここが削られてっていう石の出来方なので、まあ、あんまり生やさない方がいいのかなとは思いながらも、まあ、若干奥行きをつけるためにつけた次第です、はい、創作のような形で作りましたけど、はい、まあ、こういう感じでいろんな楽しみ方ができる石付きですのでぜひ試してみてください、はいはい、この動画いいなと思いましたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい反応。